皆様、こんにちは。政治アンターティメントニュースに関するチャンネルでございます。これから本日のトップニュースをご覧ください。写真拡大日刊1、二人組グローバルグループアイズワンの宮脇桜が DJ を務めるベイフムのレギュラーラジオ、今夜、桜の木の下で 毎週水曜日に一旦放送休止となることが明らかになった。27日放送会で宮脇の代役を務めた AKB48 の横山由衣が報告し、ライブ写真、すらりとした美脚仲の良さでファンを魅了する合図、1、87枚横山は番組冒頭、 宮秋桜ちゃんの元気な声を待っていた皆さん、ご、アイズワンの活動に専念している、宮秋桜ちゃんですが、収録に参加できず、今回は私、横山由依が代役として、今夜、桜の木の下でを、お送りしますと挨拶。Wiz1、アイズ、ワンファンの総称からのメッセージを紹介していった、終盤には、 番組からのお知らせですと切り出した横山は番組を続けてほしいというメッセージもたくさんいただいていますが、この番、一度お休みさせていただくことになりましたと報告。ただ、Wiz1 の皆さん、悲しまないでください。宮脇桜が復帰できる状態になったらすぐに再開し、その間は、 私たち AKB48 グループがこの水曜24時という作の木の放送枠を守っていきたいと思います。暫定で AKB48 グループのメンバーが同枠の DJ を務めることを発表した。横山は合図ワンファンに向け皆さん、桜が ディスワンが戻ってくるまで待っていてください。私たちの気持ちは一緒。アイズワン12人が必ず戻ってくることを信じています。昨の木ではこのまま皆さんからのメールも受け付けていますと、呼び、アイズワンをめぐっては、グループを生んだ韓国のオーディション番組。 プロデュースシリーズの制作スタッフ、視聴者投票を不正操作した詐欺などの疑いで逮捕されたことが発覚し、その余波で今月11日に開催予定だった韓国でのショーケースライブや日韓同時放送が中、15日から日本で予定されていた初の コンサートフィルムの公開12月6から8日に東京と大阪で行われる予定だった日本サードシングル各取得展開が延期となるなど影響が広がる。